イートフライダーの紹介。イートフはニューサイトイメージング社が特許を持つ強化型飛行時間エンハンストトフ技術で、屋内でも屋外でも正確な 3D 計測を可能にし、他にはできない成果を提供します。イートフライダーはニューサイト社のリファレンス設計としてお客様の評価用に開発されました。小型でありながら様々な天候や照明条件にも対応することができ、低消費電力を特徴としています。ここにあるイートフライダーはお客様が受け取ったままの状態でパッケージングされています。蓋を開けるとパッケージの内部が見えます。タイプ C コネクターの USB ケーブルとイートフライダー本体が同梱されています。コンパクト設計のため三脚やスタンドに簡単に取り付けることができます。設置後は C タイプ USB ケーブルでコンピューターと接続します。コンピューター側はタイプ A コネクターです。イートフライダーを接続したら、ニューサイト社から提供されたデモツールを起動します。最初のステップは、チップタイプを MCU1000 に定義することです。イートフのパラメーターは、ニューサイト社から提供された PRM ファイルを用いて設定します。ファイルメニューで、ニューサイト社から提供された構成ファイルを定義します。この状態で、プレイを押すだけで、ライダーが起動します。ここではスキャンの出力が表示されます。上側は色分けされた表示になっており、赤が最も近く、青が最も遠いというように、メモリの色は距離を示しています。イートフライダーの前にあるものが色分けされて表示されているのがわかるかと思います。その下にはモノクロの 3D 出力とモノクロの 2D 画像を表示できるグレースケールも表示されています。また同じ画面上で特定のピクセルを選択すると、動的に変化する距離の値も見ることが可能です。デモツールではピクセルの値を引き出すことができ、ラインプロファイルに切り替えてピクセルの値を受け取ったり、すべての表示画像を選択してフルチップデータを受け取ったりすることができます。ユーザーはフレームデータをキャプチャーしてログファイルタブで制御したり、後でログファイルを開くで表示することができます。デモツールのもう一つの特徴は、点群、ポイントクラウドを生成するプライファイル形式のファイルを作成する機能です。プライファイルの作成をクリックし、ループの数を設定してみましょう。これがフレームから抽出された点群、ポイントクラウドです。次は動いている物体をキャプチャーするデモを行います。ご覧のようにコップが装置に近づくほど出力は赤くなり、距離の値は常に減少していきます。